ね、4勝4敗ですから、希望の光が少し見えてきました、はい、さて今日の解説の花田勝さんの、まあ、一押しの今日の取り組みです。若元春が初めて横綱戦結びで取ります。照ノ富士、まあ、照ノ富士は、まあ、逸ノ城を敗れたことによって先頭に並んだ形になっていますから、よしよし、またいけるかなという雰囲気がないですかね。初めて当たった時の誰かは覚えてないんですけど、横綱と何人か当たった時は、はい、ああうまいなって思いましたね。そうですか、立ち合いの当たり方と、まあ、よく言えばうまい、うん、でも悪く言うとずるい、うん、あもうそこがもう一歩飛び出てますよね、横綱。なるほど、どうですかね、大野国ですね。前頭2枚目の時に、うん、あの初日霧島、2日目小錦で場所が初めての横綱戦ではないかと思うんですが、もっとやりたかったですね。そうですか、はい、強い人ってやるのが好きなので。あそうか、横綱になってしまうとそういう楽しみがないかもしれないですね。強いくて大きい人ですかね。じゃあ今の若元春なども楽しみにしてるんじゃないですか。今日のあそのぐらいの余裕があるといいですね、うん、強いって言われてる人を倒してわーって盛り上がってもらうのが一番楽しかったですから、はい、まあ当時は本当に大人気だったんですから、お兄ちゃんお兄ちゃんと言って、まあ、上がってくる頃は特に上の力士をやっつけてくれたら本当にもう日本中大騒ぎになったんです。あれですからは嫌ですよね。まあそうでしょうね。僕らわーって上がっていったら高の花、あけぼのね、ボンボン上がってきますから、はい、並びに妹でいついにキャベツから検証があります。さあ照ノ富士がまた優勝争いの現時点では先頭に負けの数では並んだ形になりますが、今日は若元春がどういくか、あの花田勝さんの一手ということでした。立ち遅れないことですかね、はい、立ち遅れなで当たっていけるか、うん、うまくこうずらされるんでね、はい、照ノ富士はうまいの で、はい、でそれで照ノ富士自身も失敗すれば引っ張り込んでくるので、うん、そこで引っ張り込まれた時にあの慌てないで、はい、ちゃんと、ね、あの決められないで相撲取れるか、うん、制限時間いっぱいです。初めて結びで初めて横綱にぶつかっていきます若元春。あるいは稽古でも胸を借りたことがないのではないかと思うんですが、しかし左下手を取られました。しのいだ、頭をつけたい、頭をつけた、ちょっと上手が深い若元春。ここは互いに辛抱です。ただ若元春なんとか先に攻めたいところですが、横綱が手首を持って、これなかなか若元春にとっては嫌な相手の右手、
右取った方がいいですね、下手若元春は。そうですね、下手に手が届けば可能性が出てきますが、まだ頭をつけている。今日一番長い相撲になってきました。足を取りに来ました。ああ胸が合ってしまった。それでも胸が合っても左四つは若元春、肩は切れました。ただ照ノ富士、横綱の上手も切れています。もう一度頭をつけたい、沈めようとしますが、ここは横綱が右からのっつけ、上手から攻めてるね。少し若元春は息上がってしまったんです。ああそうですか。この上手切られなければいいですが、照ノ富士もここは我慢しています。今横綱呼吸整えてる。ああなるほど。状態少し浮きましたが、はい、苦しいからですね。なるほど、前かがみが苦しくなってきました。ここ若元春攻めたいところですが、出られないか。出てきたら投げるかもしれない、下手が取れたら。下手を探っていますが、ただここは照ノ富士も許すわけにはいかない。若元春下手を取りました。ああやめてた。ああしまったになりましたが、どうでしょうか。これは今待ったし、待ったですね。横綱は気づいたかと思ったんで。そうですよね、横綱は力を抜きましたね、いやこれはダメですね。ここで止めては、タイミングが悪い。これはまあ両者が止まったところで、まあ、回しは緩んだんですが、止めて審判が上がって説明した方がいいですよね。審判になる親方がね、ちょっとまあ、一応協議をしますね、おそらく。その方がいいですよね、力士2人かわいそうです。これはいけませんね。ちょっとねタイミング悪かったですね。難しいところですが、若元春の回しが緩んで、行司はそこを回し待ったに行きましたが、そこちょうど若元春出ようという瞬間でした。横綱は分かったんで、そこで若元春は見えてなかったから出れると思って出てるんですけどね。照ノ富士は力抜きましたもんね、はい、あ待ったなという。あ正代優しいですね、ちゃんと入ってるか確認してくれてますね。あなるほど、もう一度相撲になると思うので、ここはでも控え力士としてはこれはまあね一応の務めではありますが、ここは結びの一番でこのこれは回しが緩んだところで この瞬間に出ます。横綱見てるんで、照ノ富士は見てましたね。しかし若元春は知りませんね、それを。もうこれは、ね、若元春もかわいそうだし。本当ですね、いや難しいタイミングでしたね。ただ回しも確かに緩みましたから、伊之助としても止めに入るタイミングではあったかもしれませんが、動き始めたところでした。今こういう藤井さん、こういう止め方って歴史ありますか。いやはい、こういうのはそうはないですね。私自身もですよね、この動く瞬間に止めに入ったというのは見てないですね。説明する佐田ヶ嶽親方も大変ですよね、どういうふうに説明するって、ねね、初めてのことであれば。これしかし両者にとっても、まあ、照ノ富士は完全に行司の動きが全く見えて、はい、止めましたからね、力抜きましたから、はい、来始めたんですが、いやこれまだだって横綱で残れますもん。ああそうですね、はい、この要領はまだ、はい、残せますね。残せます。ああそうですね、はい、そうですね、うん、これは競技長くなります ね話すことはいけないからね、横綱でも話してないですよね、うん、はい、ね、若元春はもうね頭つけてたから分かんないですよね、うん、しかも顔は向こう側でしたから ね、はい、そうですね、見えてないですね。何とも言えないですね。土俵下で足が出たといって、まあ、港川審判が手を挙げたときに豪栄道の相撲だったと思いますが、実は出ていなかったということで、はい、もう一回やり直したことはありましたが、ただこういう回し待ったのケースで動き始めたというのは、さあどうでしょうか。競技は終わりました。佐渡ヶ嶽審判長、ただいまの競技についてご説明いたします。ただいまの競技は、行司が回し待ったをしたときにですね、動いてしまいましたので、回し待ったの状態から取り直しといたしたいと思います。なるほど、まあ、若元春にとってはちょっと
まあ、腑に落ちないところもあるかもしれませんが、まあ、締まったという瞬間に若元春が寄って出ていきました。こちら横綱の方はまあ締まったが分かってそこで力を抜きました。その体勢を行司は作らなければなりませんが、これは伊之助がちゃんと本当は見ていて作らなければなりません。今審判長はあのビデオ室と話しながらこうビデオを見て足の位置、手の位置をこう決めていくんですね、うん、はい。まあ、あのまあ、現在は、ね、そういうふうにしますが、本来ならば行司が形をちゃんと覚えて、まあ、水入りと同じですから覚えてなければならないんですが、もう少し真ん中に寄れということです。これはあの今ビデオ室と話をしているわけですね、うん、ここからスタートどうですね、あのビデオ室で今ビデオを戻して動く前の、2人の形をおそらくストップさせて、それに、近い形で始めようということだと思います。まあ、今このビデオがありますからそうなんです。かつてビデオのない時代全部行司が覚えてなければなりませんでした。この形、これはあのアベマ大相撲の、映像ですが、この形が動き始める直前です。どこで、ね、こう止めたっていうのがポイントになるし。なるほど、そうですね、それもあります、ね、でここまで時間経ってしまうと、うん、ね、この力士同士が、ね、ほら頭下げてるわけじゃないですか、うん、ということじゃないかってね。まあ、そうですよね。こういったパターンであればね、もう本当はもう仕切り直して、うん、立ち合いから、ね、立った方がいいのかなとは、うん、思うんですけどね。正直でも横綱の方が有利かな。でしかもこれで横綱はこれ上手を触っていた程度で、うん、取っていたかどうかというとても微妙な状態だったんですよね、うん、これ取っているかどうか全く違いますからね。そうですね、うんうん、難しいですね。横綱の上手をどうしますかね。持たせますか。こんな珍しいまたハプニング、そうないことですね。うん、ビデオ室の映像を確認していますが、触っている状態ということですか、うん、まあ、確かにそういう感じではありました。これはね、触っているか掴んでいるかが全く違ってきます。ただこれまたスタートの時点でどう動くかによります。気持ちもね、ちょっと途切れてしまうと思うんですよね。そうですよね、集中力もなくなる。こう怪我につながるので気持ちがね途切れると、ね、危険ですよね、そういう場合。もう多分あの今佐田川拓也方も大変ですよね、うん、もう本当に忠実にしようとしてますから。審判の中でも全員上がるわけにもいかないですもんね、うん、左足後ろという声も聞こえました、ね、見ているお客様も、うん、ね、まあ、でもこういうシーンを見ることないですから。そうです、僕も初めてなので。お客様にとっては大変な貴重な経験をしているわけですが、それにしてもさあどうでしょう、ここから再開という形になりそうです。ここで回しを叩いて、まあ、水入りと同じようにここから始まりました。こうなるとやはり横綱です。下手投げ、照ノ富士の勝ち。これは横綱有利ですよ、ね、有利になりますよね、はい、腰の位置も違う。若元、ね、よく頑張ったね。いやいや大健闘でしたが、いい相撲だった。横綱もいい相撲でしたね、うん、いやよく締めましたし、うん、まあ、あそこの回しもあったは横綱も分かって力を抜きましたから。いや、このね、止めることなければ本当に久しぶりにいい相撲見れましたね。ですよね、はい、大熱戦だったですもんね。いや、まあ、あの伊之助を攻めるわけではないですが、あのまた微妙なタイミングで待ったをしたときにもう動き始めたということでしたから、ギルテルスは佐野の富士であります。
これはもう横綱十分ですから、うん、この腰ね伸びてないから、そういうことですね、止めた時は伸びてますからね、うん、若元春はちょっと 力出せないですもんね、うん、あの動きが止まった状態からでは力出せないですね、確かに。そうですね、うん、動きの中でなら2人ともかわいそうですよね。確かに、マサルさんおっしゃるように頭から最初からやりましたのが良かったかもしれないですよね。そこは どうなんですかね、いろいろ決まりがあると思うので。ないですよね、でもここはないですか、ね、相撲の規則には。じゃあこういう時はもう審判長が全部判断して決めていいっていう風な、うん、こういう風にちゃんと作っておかないと、こういうことはこれから起こりうることだと思うので、ね、はい、先ほど私が話した宮田審判が足が出たと思って土俵下から手を上げた瞬間に、まあ、行司は止めたんですが、その時に実際はビデオで見ると出ていなかったという採点の時はやっぱり最初から当然やり直してましたね、はい、春馬富士と豪栄道かな、で春馬富士が結局勝ったんですが、まあこれは何とも言えない、まあ、本人たちも大変なんですけど、一番は見ている相撲ファン、はい、お客様の気持ちですよね。あ、そうですね、まあ、確かに今花田さんが説明も欲しいですねということでしたが、場内へのね、こういう状態でだったんで、また元に、水入りと同じような形だったのから、まあ、しょうがないのかもしれませんが、こう解説する方も難しいですね。難しいですね、まあ、いいシーンを見せてもらったかもしれません、はい、経験はさせてもらいました。さあ、それでは今日の結果見ていきましょう。